武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回はお茶の水女子大学の、入試の勉強について話していきたいと思います。お茶の水女子大学、ですが、まず、センターですね、必要な点数だいたい7割後半から8割前半程度、目標としては、まあ、8割をできれば取りたいかなっていうふうになる、学部学科が多いかなとは思います。まあ、一部その8割前半取らなきゃいけないところもあるので、まあ、その辺はセンターのボーダーなど調べてみて、自分の対策、受ける学部に合わせて、点数の目標を立ててくれればと思いますが、まあ、センターの配点が、5対5のところと、まあ、2次の方が高めになっているところ、がそれぞれあります。なので基本的には、まあ、センターで稼げるようであればセンターの、配点高いところを受けて、まあ、センターがちょっと厳しいな、少し不利になるかもなという場合だったら2次で、取れるようであれば逆転できるような学科を選択するような形で受けていくといいかなと思います。で、まあ、理系の、まあ、学部、多めな大学となっております。で、入試形式としてもやはりその英語や数学、あたりが、しっかりできることが中心とはなりますので、まあ、このあたりの科目どうやって勉強していけばいいのかを、話していきたいと思います。それでは、英語、数学、国語、物理、化学、生物の勉強をそれぞれ話していきたいと思います。